ドミトリー・ビクトロビッチ・ハーリンは、現ロシアモスクワ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは GK。1968年、現ロシアの首都モスクワで生まれる。FC、FSHM トルペドモスクワのアカデミーで育つ。1983年、FC トルペドモスクワに入団をして、1984年11月21日、FC スカ。 ロストフナ・ドネとの試合で、ソビエト連邦サッカーリーグデビューを果たした。16歳97日間の出場で最年少、出場記録の塗り替えたが、2011年現在、新しく生まれ変わった、ロシアプレミアリーグにおいても、この記録は破られていない。1988年、FC ディナモモスクワに移籍をして、1991年に、 PFC チェスカモスクワに移籍をした。1992年12月、ロンドンに本拠地を置く、チェルシー FC に移籍金40万ポンドで移籍。1993年から1996年までは、レギュラーであったが、負傷をしたために、オランダ人 GK の江戸で封印にポジションを奪われた。1999年、 スコティッシュプレミアリーグの強豪セルティック FC にフリートランスファーで移籍した。セルティック3年間の在籍時には、ジョン・バーンズ、ケニー・ダルグリッシュ、マーティン・オニールら3人の監督と巡り合ったが、いずれも負傷によるパフォーマンスの低下で、レギュラーダッシュまでは行くことはなく、マーティン・オニールには、個人的な会話の中で、怠け者と罵られるなどした。2002年、 イングランドのホワンチュアチ FC に移籍をしてそこで現役引退をしたソビエト代表として20歳の頃からオリンピック代表として出場しているソウルオリンピックの決勝のブラジル戦ではスタメンで出場して優勝を成し遂げた1994年の FIFA フフワールドカップではキャプテンとしてチームを率いた現役引退後は イングランドのルートンタウン FC でゴールキーパーコーチを務めている。FC トルペドモスクワ PFC チェスカモスクワ、チェルシー FC セルティック FC ソビエト代表。ありがとうございます。